何こと、ルイスカルロス・アルメイダ・ダ・クーニャは、カーボベルデ出身のサッカー選手、オーランドシティエスシー所属、ポジションはフォワード、カーボベルデ諸島の首都プラヤに、母マリア・ドゥセウ・アルメイダと父ドミン・オースが、クーニャの間に生まれ、カーボベルデとポルトガルの二重国籍者である。彼が幼い頃に、家族で、ポルトガルに移り住み、リスボンにほど近いヤマドラで育つ、幼少期に、空き地で一緒に、 フットボールで遊んでいた友人に、マヌエル・フェルナンデスや、ウエストハム・ユナイテッド・ FC などで活躍したリカルド、バステがいる。マンチェスター・ユナイテッドでのナニス・ポルティング・ CP で18歳という、年齢で、トップチームに昇格し、2006から07シーズンには29試合5得点を、挙げ、ポルトガルカップで優勝を果たす。UEFA チャンピオンズリーグ FC スパルタク。 モスクワ戦での活躍をきっかけに脚光を浴び始め、マンチェスターユナイテッドのアレックス・ファーガソン監督に、ライアン・ギグスの後継者として目に留まる。当時、獲得には FC バルセロナも興味を示していた。2007年夏にトッテナム・ホットスパー FC からのオファーも届いていたが、マンチェスターユナイテッド FC への移籍を決定、直後の会見にてマンチェスターユナイテッドへの移籍を、 夢の実現と表現している。2009から10シーズンの前半戦は、低調なパフォーマンスに終始し、トレード要因として名前も上がっていたが、1月のマンチェスターダービーから調子を上げ、シーズン終盤には欠かせない戦力へと急成長を遂げた。その後、2010 FIFA ワールドカップメンバーに選出される、ものの鎖骨の負傷が感知せず、離脱を余儀なくされた。ルイファン・ハール監督が就任すると、 構想外となり、2014年8月20日、出場機会を求めて、フルスノスポルティング CP に、レンタル移籍した。2015年7月7日、フェネルバフチェース K へ移籍した。2016年7月5日、バレンシア CF へ移籍した。2017年8月31日、セリエ ASS ラツヨに、レンタル移籍した。買い取りオプション付きのレンタルで、一定の条件で、 買い取り義務が発生する。2018年7月11日、スポルティング CP に復帰することが発表された。2019年2月18日、メジャーリーグサッカーのオーランドシティ SC と3年契約を締結した。10月には料理を修行していることが報じられた。世代別代表としては2006年夏に、ポルトガル U-21 にて開催された3試合すべてに出場。 2006年9月にはフル代表デビューを果たした。その後もコンスタントに出場を続け、UEFA 欧州選手権に3大会連続で出場するなど代表に定着した。ユーロ2016では全試合にフル出場し3得点を挙げるなど、ポルトガル代表の初優勝に貢献した。グループリーグ初戦のアイスランド戦で得点を記録したが、 この得点は、ユーロ通算600得点目であった。また決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦で、代表通算100試合出場を達成した。フェネルバフチェ時代2017年6月24日、現在スポルティングクルーベでポルトゥガル、マンチェスターユナイテッド FC、ありがとうございます。